まなんなのこれ。というわけでご褒美です。来たね。3、4位が、はい、1位、2位に豪華ラスベガスディナーをご馳走するというおー出たルールにしたいと思います。なるほど。見てください、カメお任せです。こちらですね、ラスベガスで一番高い飯屋です。多分はい、なんとお任せコースお一人様500ドルです。やばすぎ。僕もちなみに来たことなくて、みんな誰に聞いても和食の話をしたらもうみんなカメ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 っていうの。寿司で一番うまいのどこって言った時にカブトが好きだから、はいはい、カブトかなって言ったらカメの方がうまいだろってみんな言うのよ。へえ。俺だけ行ったことなくてなんか悲しいというか寂しいというか悔しいなと思って。これは俺のおごりでいけるということ。ごちそうさまです。ありがとうございます。さあすごいとこに来ましたね。これがめちゃくちゃ楽しいな。今出てくるんですか。なんかどんなのが出てくるんだろう。これなんか当たり前だけど、こう働いてる人全員日本人だからなんか新鮮っていうか。めっちゃいい匂いするマジで。開けた瞬間ちょっと匂い嗅いでみ。しなさいかな。うわ。やばくない？エビとシイタケとクリカのイクラポイントがマスモコになります。マスモコだ。マスモ。はい。いただきます。いただきます。いただきます。めっちゃいい匂いするマジで。うわうわうわって言ってる。うわうめえ。うまっ。マジうまいわ。アメージング。はい、こちらジュエリーボックスになります。うーわ、宝石箱の宝石箱や。そういうことだよね。これすごいこれやばいただきます。いただきます。これもうすごい、こんななんかいいんですかって感じでこれね。オーマイガッシュ。うまっ。何これ。なんか海に宝石箱って感じですね。まあ言ってたけどね、出し方もやっぱもう超一流の氷と盛り付けまでして、うん、待って、セカンド宝石箱来た。セカンドだ。玉手箱ですね。玉手箱、玉手箱。うわやばい、待って。うわこれは開けてびっくりだ。うわうわ、うん、うまっ。待って、どういうことやね。最初から美味しいと思ってました。それはちょっと寿司屋の中でちょっとしか映ってなかったけど、ちょっとしか映ってなかった。最悪。結構面白かった。ごめんね、もう一回やってもいい。じゃあ、あっとけば。すごいよこれ、うん、すごいよ。ちょっと待って、古畑いるんだけど。へー、最初から美味しいと思ってました。これ2回目です。はい、これ2回目取り直しです。はい、2回目受けない、2回目受けない。量的にめちゃくちゃお腹いっぱいになるんですよ。俺も何も食ってない。俺も何も食ってない。昼食ってない。あ、いや、食ってない。ピザちょっと食った。マジか。ピザ2切れ食った。よく食ったの。めちゃ食ってる。ったのピザ2切れ食った。俺1切れ食ったんだけど、食ったなって思ってたよ。この人2切れ食って食ったの忘れてたよ。2切れはほぼ四捨五入したらゼロ。いやまあ俺結構そういう子、そっちタイプなの。俺横沢タイプ。意外にもみたいな顔してるけど普通に横沢タイプだよ。どう見てんだ。そんなめっちゃ大食いじゃないけど、それでも痩せ方のルミノリ的にもさすがにピザ一切れは食べたいからね。いやピザ一切れは昼飯食ったって俺自信満々に言う。あ、ほんと。まあ言えるよね。でもさ、一切れ食ったら二切れ目は行きたくならへん。何話してんのマジで。うわすごいのった。前菜です。めっちゃうまい。これ全部うまそう。かわいいこれ。すごい素敵。うん、うまい。うん、うまい。いやこれでもラスベガスのローカープレイヤーたちがカメが一番うまいってうなるのも分かるな。日本人の舌と同じ感覚になるんだ。いや世界中どこも結局一緒なんだって。やっぱうまいもんはうまいんだよ世界中誰が食って。世界中行っていろんなご飯屋さん行って思った。なるほどね。全部です。早かったな。結構本当に全部美味しかった。めちゃくちゃ全部美味しい。でもどこのお店でもそうやっておっしゃられてるんです。いやそんな急になんかメンヘラな彼女みたいな。僕ら結構分かりやすいタイプですけど、ね、横澤さんあの手だれの視聴者たちは横澤のリアクションで本当にうまいかどうか分かるらしい。俺が飯食ってる時点から予想できるらしい。ある程度この店は美味しいんだ、あなたが美味しくないんだとか。ポーカーにしか興味ない人と横澤に興味がある人の方が分かります。横澤に興味があるそう。
前半はもう横沢には興味ないそうだ。そうだ。ポーカーのしてる横沢をめっちゃ見てる。横沢の肘から先にしか多分興味ない。肘から先ね、そこね。そんなことないよ別に。じゃあさ、横沢クイズしようよ。やりたい。いいよいいよ。ポーカーのことは好きなんだよ。横沢のプライベートな質問。じゃあ問題です。横沢の家族構成を答えてください。あ、お父さんお母さん兄貴横沢。おお、第一問正解です。ですが兄貴の職業とは何？いや、それは難しい。それは知らんやろ。動画で言ったことない。あります。嘘？ありますよ。あ、したかもな。あります。え、じゃあ分かるかもな。でもこれ答えられないってことこそが横沢に興味ない。間違いない。金メダルです。金メダル。金メダルは違うから。ありがとうございます。うまっ。うまっ。え、俺何兄貴の職業は？話戻すとね。SE。はい。さあ、海の井さん、正解お願いします。官房長官だっけ？はい。はい、取りましょう。ほんまに。何が俺の兄貴すばよしいんだよ。誰キャビア連れてきたの？ありがとう、そんな褒めてくれて。小顔で嬉しいです。俺また多分分かると思う。本当？エアコン掃除。あー、近くなった。かなり、まあ、便利屋みたいな感じ。そうだよね。清掃業者です。横沢クイズ全然もっと超簡単ですよ。知らない可能性あるじゃあ、横沢チャンネルで初めて行ったカジノの名前は何ですか？あ、いいね。いやー、分からんって。2回登場してるからな。ドイツのリースバーで。もう正解。正解。すごい。この前や、1年前ぐらい行った時に、なんと聞いたいですねって言って。これでもポーカーしたけど、これプライベートじゃないよ。じゃあ横沢の昔の部活を一つ答えなさい。テニスかバドミントンかその辺だった気がするんだよ。複数あるから1個でいいよ。テニスじゃない。テニス。いい加減にしろよ。マジで。野球違いそう。サッカー違いそう。陸上違いそう。ちなみに3つ答えられたら横沢マスターです。3つあるから。これ1個も分かんない。モブライブ。ゴブ。お前が落ちろそこに。グブー。そうまいこと言ってくる。じゃあいいですか。陸上です。はぁ、走れだろ、どう考えても。確かに無理だ。こんな体で。結構本当に俺思ったのは、リアルの友達ですが結構こういう人が多いと思うんだよ、横沢って。いや、そんなもん。アイデンティティが横沢はフォーカーに集中しすぎて、フォーカー以外の部分を知らないみたいな人が多いじゃん。あると思う。横沢の下の名前知らないとかもありえるからね。ちょっと赤そうになってきたんですよ。かわいいでしょ。いや、その、深夜が何の部分かですね。いやいや、名前間違えてる。マサトで。本当にわかんないでしょ。まあ、サッカーはやってたから。おー、これは正解。サッカー好きだし。うん、サッカーはやってました。めちゃくちゃ蹴られて大変だったもんね。ボールが、ボールが、いや、ボールだろ、おかしいな。ポジションどこだったの？まあ、キーパーだね、でも基本は。今、守備力高くなくない？まあ、そうなんだから、向いてなかった、あんまり。ゴールキーパーなんてよく言えるかと思ったもん。攻めるゴールキーパーで有名だった。俺がやつのツイートしてるから。剣道。おー、すごい。あ、そうだ。よく一番そのマニアックなやつ知ってるね。言ってたわ、剣道。サッカーは小中。剣道は小学校からずっとやってる。それで子供の習い事だ。高校へ別の部活行ったんだ。運動すんのええんやっちゃった、高校。え、運動じゃないの？軽音楽部。お、正解。あ、軽音だ。軽音だ。他の人の部活の事情なんて知らんくない？確かに。そのからも電源が鳴るなのか知らない。そう、そうでしょ。じゃあ、私と一緒に。美味しそう。イエンランドンのパスタってこと？じゃあうどんじゃん。あ、いい匂い。うまっ。お待たせ様。いや、いいでしょ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでラーメンエビスに来ました。ラスベガスにいるのにエビスに来れちゃうっていうね。時代も進歩したもんだ。本当にすごいね。原宿からしたんだっけ。原宿からエビスぐらいの距離だったね、ちょうど。ちょうどそのエビスじゃなくないでも。このラーメン屋はできたばっかなんでしょ、まだ。先月できたって。先月、噂。ブランニューじゃん。そう。聞いて。めっちゃいっぱいある。今年の夏のWSOPで、僕が同卓した人がいるんですよ、日本人。同卓した日本人の人が作ったラーメン屋さん。そう、縁だ。縁で来た。じゃあさ、私こういうことができるんだけどさ、エビス、マゼ、マゼ、黒豚骨、スパイシー豚骨行きたいでしょ。で、じゃあブシリー。その4つでいいんじゃない。で、どれをみんなメインでかき目、ちょっとじゃんけんで。最初はグー、じゃんけんぽい。強っ。俺もこれってやつ。取られたらムカつくあれ。俺もこれってやつがある。あるよね。うん。まあ、これ手やつ取ってやろう。赤
豚骨。あー、いいよいいよいいよ、セーフ。最初はグッチョキっぽい。うわ、強っ。ラーメンラーメンで。よし、はい、残ってるでしょ。あー、もうこれ、これも分かってんだよ、分かってんだよこれ。からは、最初はグッチョキっぽい。よし、混ぜ。まあそうだよね。え、そうなの？ちなみになんか混ぜラーメンが一番うまいらしいよ。え、来た。魚介。まあそうだよね、魚介がおすすめって言ってたもんね、うん、じゃあそんな感じでいきましょうか、うん、こいつらじゃんけん鍛えてる。鍛えてる、確かに。いや、鍛えてないだろ。以上でお願いします。はい、かしこまりました。めちゃくちゃ楽しみ。やばい、早っ。いいよ、手羽先でございます。かなりのスピード。早っ。うわ、いい匂い。うわ、うまそう、うまそう。さあ、こちらラーメンエビスさんの手羽先、うん、いただきたいと思います。つするー。あ、そこです。すすってねえし。すすって食えねえだろ。すすって食えよ。いただきます。あく、あくあく、絶対、さすがにそうよな。いいですか。うまっ。いいですか。いただきます。いただきます。あ、めちゃくちゃうまい。うまいわ、うん、ご飯食べたくなるんですね。肉汁がすごいわ。待って、来ちゃった。こんなん出すくらいですよ。混ぜる。いやいや、混ぜ麺は言うんだ、そういうこと。うわ、うまそう。魚介豚骨、うまそう、うまそう。僕のはスパイシー豚骨。こ れ, これがですね、エビスラーメン。店の名前がついたら一番そのメイン、うん、じゃあみんな同時に食べてください。感想も同時に言う。せーの、せーの。そんなことあった。うん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 、うまい、うまい、濃厚でうまい。麺がこれ、麺がすごい、麺が濃厚麺で、こうビリッと濃い麺じゃなくて、これだけ麺も入る麺だ。辛さがね、結構辛さ麺じゃなくて、濃厚な感じで脂っぽいなって思った。濃厚と麺の辛味が非常に高くて、めちゃくちゃ美味しいわ、これ。ガブってあんま聞こえないんだよ。そうなるの分かってたな。同時に全部同時って何なんだろう。これさ、いらないです。みんなに行った時定番にしてる。これいいね。言ってんじゃないよ。でも本当めちゃくちゃ美味しい。混ぜ麺は、混ぜ麺が美味しかった、やっぱり。あのね、思ったよりも混ぜ麺っていうからなんかめっちゃ脂っぽいのかなと思ったけど、そんな脂っぽくない。うまい。うまいわこれ。うん、うめえ。うめえ。うめえ。いろんなところからうまいって聞こえてくる。それすごいことだ。まあ、僕が連れてきたんで、僕はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。1人25ドル。安っ。安っ。だってさ、ウィンでシーザーサラダ頼んだら25ドル。25ドルですよ。高っ。そんなしたの。本当にそう。これステーキタコスだけ頼んだ、ウィンで頼んだら1万円したから、ね、66ドルぐらいでしょ。ということでね、めっちゃ美味しかったわ。美味しかった。じゃあ美味しかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にラーメンエビスさんですね。ぜひ皆さんお越しください。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。